の前に熱い料理があるんですが、この料理名はルヴァンデラザニアです。早速一口食べていきたいと思います。チーズとトマトの味がマッチしてすごい美味しいです。次はこのルヴァンデつけて食べていきたいと思います。ルヴァンのしょっぱさとこのチーズのまろやかさがマッチしてすごい食べやすいです。次はこれも砕いて食べていきます。細かく砕いて食べているので、お子様とかそういう人たちにおすすめです。